はい、こっちもやっていこうと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今週も楽しくやっていきましょう。ですね、この木の輪っかからインスピレーションというか、これでうまく何かがっていうので発想いたしました。バッグを今編んでるんですけれども、とりあえず麻紐で丸底でね始まって、ちょっとだけなだらかにカーブして、で今、増減なしで12段編んだところまでやってきました。で本日はこれに、はい、余り糸なんですけれども、ピックルもう名前があんまり覚えられないんですけれど、ピックルという糸ですね、以前大量購入しまして、今残ってる糸はこの2つでございます。でこの2つなので作ってやっていこうかなと思いますが、バッテリー切れだな、ちょっと待って。はい、やっていきましょう。はい、でこちら余り糸なんですが、余り糸というか以前大量購入しましたピックルという糸なんですが、今残ってるのはこの2玉ということで、使い切っちゃおうかなということで、この糸を使いまして、これから作っていこうと思います。ちょっと微妙に色味が違うんですけど、まあ元の地の色が変わらないので気にならないかと思います。やっていきましょう。どういう模様で編みたいかと言いますと、実はやりたい模様がございます。今回ね、私イメージの中で出てきたのがクロコダイルステッチという、まあ、クロコダイルのこう鱗なのかね、イメージしたの。でも私の見た目的にはなんか葉っぱというか、なんか違う植物のように見えるのですが、その編み方をやっていこうと思います。ただこの糸、編み目が見えませんだ、編み目を拾ってこうね、次の長編みを拾って長編みとかっていうのができませんので、そこら辺をねどうしたもんかなと考えている最中でございます。まずはまあもう、はい、はい、とりあえず糸つけますと。でどうしようかな。でここからクロコダイルステッチって、土台となるもうぐちゃぐちゃですけど、土台、長編みでですね、土台みたいなものを作りまして編んでいくんですよ。編んでいって、本当だったらここで鎖編み1つ長編みで、鎖編み1つで長編み鎖編み長編みっていう部位を作って、鎖編み1つで編んでいって、編み終わったらここに、この長編みの足を拾って、ここに長編みを5目ぐらい編んで、鎖編み2目ぐらい編んで、反対側の長編みの足拾って長編みを編んでいくっていう、こうちょっと鱗状というか葉っぱ状になるように編んでいく編み方なんですが、こう次の段に行くとき、ここはいいんですよ。この V の中の鎖編み1つのところに長編み1つで、鎖編み1つして、で次この長編み拾って V なんですね。この長編み拾ってが今回の糸はなかなか難しい気がするので、ここら辺ちょっと工夫しなければならないかなと思っております。でまあここ細編みが下にあるとして、ここも3つ分だから6目です。6目で1模様なので、まず1,2,3でしょ。こっからスタートして 1,2,3 目で編んで4目目やって、次ここか、1,2,3,3 の時にまずここで鎖編みを3目立ち上がります。で今ちょうどこの V の字のこっち側、左側って考えて、ここに鎖編みもう一つ編みます。2つスキップして3目目に長編みを編んで、で
続けて同じところですね、同じところに長編みをもう一個編もうと思います。中に鎖編みは入れません。でここで鎖編み1つして、また2つスキップして、この横に今度は長編み、鎖編み1つで長編み、こっちは完全に V です。 V で鎖編み1つして、2つスキップして、3つ目に長編みを連続で同じところですね、同じところに2目入れちゃいます。ちょっと目数がどうよって感じなんですけど、目を拾わずに編むために今ちょっとこれをやっております。2目スキップして、はい、 V を作ります。でこの糸玉自体、この糸ですね、そんなにないんですよ、長さが。なのでそんなに何て言うんでしょう、多く作れないと思います。そしてこのねクロコダイルステッチ、結構糸使うので、それは糸を使いますので、まあねって感じですね。長編み編んで鎖編み1つして長編み、これでぐるっとまずはやっていこうと思います。はい、で最後やってきました。2つ飛ばして一番最初ですね、一番最初のところに、はい、長編み編んで、ここは V の字になるので鎖編み1つしまして、で立ち上がり見えねえ、1、2、3目目、ここら辺かなですね、ここら辺かな、2引き抜き編みして終了です。これで1段目の土台ができました。微妙ですけど、こっち V だけど、こっちは長編みが2つ同じところから出てるだけ、こっちは V です、鎖編みが1つ入ってます。でここからですね、まず鎖編み3つして、そしてですね、ちょっとくるりんしようかな、この今からこれ V の字なんですが、 V の字のこの左側を下に見立てまして、ここの中に、今鎖編み3目で立ち上がった状態なので、あと4目ですね、ここの中に長編みを編んでいきます。1、ちょっと2、3、4と、はい、これで、まあ、一応長編みが5目左側に入ってるように見えれば OK ですね。もうちょっと入れてもかっこいいかもしれないんですけど、でここから鎖編みを2つしまして、今この編み地左側をそこに見立ててね編みましたけど、こっから、はい、時計回りにくるっと回します。くるっと回して、今度はよいしょ、こっち V の字の右側の長編みですね、 V の字の右側の長編みをこう底の下の方に見立てて、足を拾って、この中に長編みを5目編んでいきます。よいしょ、1、2、よいしょ、3、4、ちょい、5、はい、5目長編みをこちら側5目編みました。そうするとこの V の字の周りに長編みがつくことで、ちょっとこう葉っぱチックになる。もうちょっとここね、V のこう、もうちょっとあってもいいかなと思うんですけど、5目ぐらいが一番飽きずに編めれるかなという感じです。はい、ここまで来ました。そしたら次ですね、ここをすっ飛ばしまして、次の V です。V の方に行きます。V の方に行くんで、また今度、半時計回りにくるっと回しまして、はい、この V。ここに長編みを、よいしょ、足を拾って長編みを5個
はい、ここ編んで、で鎖2目して、今度は時計回りにくるっと回して、今度は右側ですね、 V の字の右側の長編みの足を拾って、ここに長編み5目。いや、なかなかこのね、くるっと回してが結構難しいんですよね、バランス取る。はい、で必ず V 字のね、内側から内側から外に向かって糸を拾って、足を拾って、そこに長編み5目ということで、そう、目が読めない目、編み目が分かりづらい糸なので、逆にこういう方が面白いかなと思いまして、全体的な形で特徴を捉えるみたいな。まずはこれで1段やっていこうと思います。はい、最後のところまでやってきましたので、一番最初のね、立ち上がり3目というか、こうこっち長編みの代わりに3目編んだところを、まあ見えませんので、適当にここら辺だなってところで引き抜き編みをして終了です。よいしょ。だから多分こう長編みだったり長々編みだったり、土台の大きさとこの長編みの数とかね、この下今鎖編み2目入れましたけど、1目にするとかで、いろいろこの鱗というか、この葉っぱの形変わってくると思います。私はたまたま今回これにしてみました。よ、よいしょ。でここからなんですが、今これちょうど真ん中ですよね、葉っぱと葉っぱの真ん中、真ん中の後ろに実は土台で、よいしょ、土台で編みました長編みをただただ同じところから2つ編んだところがちょうどこの終わりのところになりますので、実はこのまんまこの2つの間ですね、間取っちゃいます。取って、ここで引き抜き編みして、ここからスタートです。土台がスタートします。ここから V を作るためのまず鎖編み3つ、そして鎖編み1つした後に、この今編んできました V の字の鎖編みのところに、はい、長編みをただただ2つ編みます、はい、で鎖編み1つして、次ですね、この長編みをただただ2つ編んだところ取って、長編み、鎖編み1つ、長編みという、こっちを V にします。で、鎖編み1つして、今度またこの真ん中は長編みを2つ入れる。で、鎖編み1つして、次は V を、V ではないですね、長編み2つの真ん中。長編みと長編みの間をぐっと拾って、ここで長編み、鎖編み1つ、長編みと。これで土台を作っていきます。なので次、今2段目のね、土台作ってますけど、この花びらみたいな、葉っぱみたいなのを作るときは、ここに葉っぱがきます。ちょうどこのこう鱗というか、葉っぱと葉っぱ、これの間に入ってくるって形になりますと。よ、まあやっていきましょう。どんな形になるかな。こうね、一応今イメージとしてはこう浴衣に合うとかね、いう感じのものをイメージしてますので、こういう可愛い色でひらひらしててもいいかなと思いまして、でこれだったら結局目を読まずに、もう長編みと長編みの間をぐっと拾えばいいので楽かなと思いまして、もう楽な道選んでおります。私の目もね、結構限界に来ておりますので、それを考えるとこれがいいかなと。でこのクロコダイルのこの何ちゅうの、鱗みたいな花、葉っぱみたいなやつ、そんなに何段もできないと思うんですよ。最後持ち手のところ作りたいなと思っているので、持ち手の分の糸を残すと考えると、2、3段が限界なんじゃないかなと思います。今もうですね、もう半分ないんですよ。そのぐらいあっという間に糸がなくなるので、どうかなと。はい。で、一番最初のところに戻ってきましたので、この
中に長編みを1つ編んで鎖編み1つ編んで、そして立ち上がりの1、2、3目目ここら辺かなですね、ここら辺かなを引き抜き編みして、2段目のこれで土台ですね、土台完成いたしました。じゃあまたここも鎖編みを3つしまして、はい、長編みをこの V の字の左側に、あとは長編みこっちは4つかな、で鎖編み2つしてくるっと回して、ではい、反対側のよいしょ V の字のところ、長編みの足を取って、ここに長編み5目で、はい、でまたくるっと回して V の字これって見つけたら V の字の左側取って長編み5目で、鎖編み2つしてくるっと回して、ここにも長編みを5目。この編み方だったら目を拾わなくても、そんなに拾わなくても編めると思いますので、モヘアとかで拾うの大変みたいなやつでも編めんじゃないかなと思います。まあ奥でこう見ての通りですね、スッカスカです。スッカスカなので、大事なものはこの麻紐の部分でキャッチしてもらいましょうというそういう感じで編んでおります。とりあえず2段目までは編み終わってで、今日は終了しようかなと思います。もうちょっとね、縦長くてもよかったかなとも思いますが、編み直すことができない糸なので、それは編み直しはなしでやっていきましょう。はい、で一番最初の鎖編み3目のここかなぐらいのところ引き抜き編みして終了でございます。これで2段目まで編んできました。見事なフリ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 、まあこれがクロコダイルステッチ、こうね、いやクロコダイルか、まあこんな感じでフリフリっとした感じの模様になります。編み道ですよってことで、もうちょっとしかないので3段目全部まではいかないと思います。もうヘニョンヘニョンです。とりあえず土台だけでも作っとこうかな。で3段4段でもう一玉ですね、もう一玉あるので、もう一玉を使って持ち手の部分ですねを作っていけたらなと思います。とりあえず3段は欲しいなと思ってます。で3段編んだらそこから、最後持ち手の方に進もうかなと思いますので、次回までにね3段目までは編めると思いますので編んでおきます。で次回は持ち手をつけましょうということで、はい、じゃあまあこれ踏まえまして、編み地書いていきましょう。はい、まあ一応これ土台、まだ土台だけなんですけれども、編んで編み図ですね。でここからまず鎖編み3目ですね、こう糸つけまして、鎖編み3目編んで鎖編み1つします。で1つしたらここ2つですね、編み地スキップして、ここの3目目に、同じところから長編みを2目編みます。で1つこう鎖編みして、また2つスキップしたら、今度この目の方には長編み鎖編み1つ長編みという V の字を作ります。 V の字、その長編み2つ、 V の字長編み2つっていうのをぐるっと繰り返していきます。でここまで来ました。ここまで来たら、今度ここから鎖編み3目立ち上がり、この左側のこのところに長編み足を拾って、で長編みを編みます。で鎖編み2つ編んだら、今度反対側の長編みの足を拾って、長編みを5個かな、5個編みます。そしたら次すぐですね、こっち側の V の字の長編みの足を拾って、長編み5個で、鎖編み2つ編んで、反対側の V の字の長編みを拾って、長編み5個ですね。これをぐるっとやっていきます。土台の方はこっち側に編んでいくんですけれども、このクロコダイルというか葉っぱみたいな、このフリフリっとした模様をつけるときは反対です。
反対に進んでいきます。こっちからこう編んで、こう編んで、こう編んで、で編んできました。編んできたらここの鎖3目のところに引き抜き編みをします。でその後ですね、その後次の段の土台を編むということになるんですけど、その時にこの、長編み2つ編んだところなんですけど、その間ですね、間を取って、ここでこっから鎖編みを3つ編む。で鎖編み1つ編んで同じです、土台同じ編み方をします。でここまでまた戻ってきたら、ここからまた鎖3目で立ち上がって、はい、足を拾って長編みを編んで鎖2目して、反対側の長編みの足を拾って長編み5目で、これもそうですね、こう編んで、次こう編んで、はい、でこう、ここから来たらまたすぐこっち編んでっていう形で、土台をこっち側普通にねぐるっと編んでいったら、今度鱗を逆回りしてきて、でまた上に上がって土台をぐるっと編んできて、また逆回りで鱗模様を編んでいく。これを繰り返していきます。そうするとこういう模様になりますよ。でいつもだったら多分長編みで編んで、長編みを拾って V の字編むとかって言ってたようなところを、長編みを拾うことができないので、わざと長編み2目にしてその間を拾うようにしました。でこの方がね、こうストレスフリーで編んでいけるかなって、見た目もそんなに変わらないんじゃないかなと思います。はい、まあ糸を使う、まあ結構糸使うので1段につき、なかなか糸の量が必要な模様編みなんですけれども、まあ可愛いかなと、コロンとして、ちょっとこれ本当はこう今回はね、この輪っかでって思ってやってますけど、これ普通に巾着にしたらパイナポーみたいな感じで可愛いかもしれません。はい、じゃあ続きはまた次回編んでいこうと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあ。